これですね。来ました。これはもう、はい、本当に正真正銘世界にもしかない、はい、そのうちのパンコおじさんの、はい、確か多分ストラトの調整やったのも彼なんですけど、藤田という、藤田館長と言われている、あ、館長さん、はい、館長の、はい、オリジナルのギターですね。その名も有明月という、有明月、はい、このピックガードが月の形してる。へえ、全部作ったんですか。全部作ってますね。すごっ。木から。そうですね、本当に本当の、うん、なんていうんですか、その買ってきたやつとかじゃなくて、本当全部削り出して作ってるんです。へえ、それはすごい。キットがあったわけじゃないですね。キットがあったわけじゃないです。昔よくね。そうですね、ありましたよね、キット買ってきて、はい、確かに独特な形だからキットもないよな、うん、有明月だ、この月になってる。そうです。今だからファンコジさんで売られている中での唯一のオリジナルのギターですかね。それ以外のやつは結構もう全部売れちゃって、はい、ああ、テレキャスト3本作ったんですけど、はい、まあ、それも全部藤田さんが作ってて、今これは唯一うちにある藤田館長オリジナルの、ギターですね。一応メーカー名がウィステリアギターズっていう名前で、はい、まあ、それは藤田さんのなんですかね、自分のブランド名というか。確か藤田の藤っていう意味だった気がするんですけど、はい、ちょっと弾かせていただきます。はい、ぜひぜひ。めちゃめちゃいいですよね。しかもこれスケールギブソンですか。ギブソンスケールですね。ギブソンスケール、はい、なんかちょっとすごい身近な感じに。そうですね。弾きやすい。調べたんですけど、なかなか日本語のサイトが出てこないような、ああ、マニアックな、マニアックな、なんか藤田さんそういうのをね、よく仕入れてはいろいろつけたりして、うん、かなり研究熱心な方が。フレットは、フレットは多分ミディアムハイぐらいですかね、ジェスカーの、うん、で、ボディはメイプルとスワンプアッシュ、うん、ネックがコリーナ材、コリーナなの？はい、ネックコリーナみたいですね。指板がパープルハート。指板がパープルハート、ローズじゃないですね。ローズじゃないですね。あ、なんかちょっと模様が結構そうなんですよ、よく見ると木目とか面白いと思います。なんか面白い木目してますね。
っぽいですけど、うん、ここがそうですね、ボルトオンで、ボルトオンだからまたちょっとセミアコとは、そうですね、三三五的なのとは違う、うん、なんだろう、あのフェンダーのコロナド、はいはい、はい、ああいう感じとかに近いのかな、確かに確かに、うーん、いやでも軽くていいですね、そうっすよね、軽いしスケールがギブソンだから、ギブソンスケール弾きやすいし、そうですよね、素敵っすね、素敵やんこれこのギター、いやなんか小川さんのプレイになんか合うかなと勝手に思って、ぜひちょっと弾いてもらいたいなと思った、めちゃめちゃいいじゃないですか、ここもったいないですね、ちょっと削れちゃって、ああやっぱちょっとね長く置いてあるんで、はい、若干いろんな人が弾いてくれたりしてるんですけど、はい、ね、いいっすね、これまさにジャズギターですね、うん、ちなみにおいくらなんですか、これは税込み35万円ですね、ハンドメイドで35万円、うん、結構ね安いとは思うんですけどね、個人的には、はい、作りの良さもめちゃめちゃいいし、メイドインジャパンですよね、そうですね、完全に、ね、完全にメイドイン小岩ぐらいな感じですよ、はい、もう一人しか作ってないんで、うん、それを、いやー、35万。はい。あー、タイミングさえあれば変わってたな。まあ、世の中タイミングが全てですからね。そうですね。はい、この、数年前に斉藤ギター。はいはい。の、フルアコを買ったんですよ。ああ、そうなんですね。それもめちゃめちゃ良かったんですけど、同じ時にこれに出会ってたら、5万円安いんで。マジっすか、あれ40万ぐらいだったんで、おこれ買ってたな、これは完全なお墨付きいただきましたね、これやばいっすよ、だってエフェクト何も使ってないっすよ、使ってないっす、これはもう安直で、安直でリバーブかかってんの、いやリバーブかかってないっす、かかってないっすよ、はい、めちゃめちゃいい音っす、トーンも絞ってないし今、うん、ボリュームコントロールだけですか、いやー素晴らしいじゃないですか、いやーありがとうございます、35万いかがでしょうか、いかがですか、いやなかなか日の目を見ることが、ね、あの何回か紹介とかされてたんですけど、はい、それ以降あんまり動画とかに出てきてないんで、ちょっともしかしたら忘れられてしまっているギターかもしれないと思って、あお店に来たりすると、うわ、なんだこれっていうので、はい、気になって弾いてくれたりする人もいるんですけど。あ、そっか。はい。いやね、作りもさることながら、調整がやっぱしっかりしてるから、うん、そうですね。弾きやすいですね。やっぱ、リペアショップのギターってだけあって、うん、他の楽器店で買うのとまた全然違いますね。確かに。そうですね、そこはかなり自負してるところではありますね。ね、はい、いや、マジめちゃめちゃいいですよ。
いかがでしょうか。ありがとうございます。ということで、はい、今日は今日の一本、はい、小川さんに、藤田館長作の有明月を弾いていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。